ちは。こんにちは。まあ紹介するまでもないね、三浦大輔、DeNA 監督です。はい、よろしくお願いします。いらっしゃい。はい、お願いします。ね、やっと来てくれた。やっとですか。いや、まあやっとというか、はい、誘いはしてなかったけどね。はい、うん、どう監督は大変でしたね。いや、大変というか、はい、まあ2軍の監督も経験してるじゃない。はい、それから1年で1軍の監督かな。はい、そこら辺の戸惑いみたいなのなかった。戸惑いはなかったですけど、やはりそのファームの監督と1軍の監督は全く違いました。何が違う。プレッシャーもそうなんですけど、うん、やはりその試合その試合っていうところでの、まあ、緊張感というか、うん、まあ、まあもちろん目的がね、ファームとは違うので、うん、それがなかなか思うようにいかず、まあ、滑り出しも大変でしたからね。まあ外国人もいなかったしな。まあ、それもね、分かってましたから、うん、まあ、厳しい厳しいって言われてたんで、うん、なんとかじゃあそれをひっくり返しやろうと、まあ、逆にな思ってやったんですけど、やっぱり現実そんな甘くなかったですね。うん、なるほどね。まあ監督の話は、はい、まあおいおいちょっと聞いていくとして、はい、これ聞きたいのは、高校の時から、はい、なんかこう家族ぐるみで岡田さんと一緒に、一緒というか、はい、岡田監督ね、岡田明さん、はい、となんか交流があったという話なんだけど、まあ実家は奈良にあったんですけど、親父が大阪で商売やってたんですね。お花屋さんをやってたんです。その花屋さんの近くにお母さんの実家があって、うん、でお母さんがよく花を買いに来られてて。ああ、そうなの。いや、その時に野球やってたでしょ。まだその時幼稚園かぐらいで、幼稚園の小学生ぐらいで、お母さんが早稲田からドラフト1で阪神に入られた時に、近くの喫茶店から来られてるっていうのでサインもらいに行って、その時は多分小学校1年か2年ぐらいだったよ。まだ野球始めてなかったの。野球、少年野球チームに入る前だったですね。でもその話によると、お母さんがなんか逸材がいるということで大輔の話をしてるんだよね。あれです。それで親父がお母さんの講演会に入ったの。そう講演会で連れて行ってもらって、毎年オフに一緒にソフトボール野球大会とか、うん、ソフトボール大会に出させてもらって、うん、高校1年ぐらいまで出てましたね。1年ここ入る前ぐらいかな。ああ、そう。それでもう必然的に阪神ファンになるよね。あ、もうちっちゃい頃阪神ファンでしたね。そうだよね。はい、で2008年、はい、FA を取得して、はい、阪神移籍の話があったよね。はい、でそれも DeNA、 まあ現 DeNA ね、まあベイスターズの時にの金額と比べると相当違うっていうふうに話を聞いたんだけど、はい、だけど、はい、それを蹴って蹴ってというか、まあそうですね、 DeNA 残ったと、まあ、DeNA ベイスターズ残ったと。これはなんでな、うん、俺絶対行くと思ってたの。非常に、まあ、金額どうこうっていうよりも非常に悩んだのは、何が悩んだの。まあ野球始めたきっかけが親父の影響で、そう、野球始めて、親父の講演とか講演会とか岡田さんの影響があったよね。で、まあ、親父が大阪で商売してるんで、最後近くで阪神のユニフォーム着てやるのも、まあ、親孝行、まあ、ろくにやってこなかったですから、うん、それも一つの親孝行かなっていうのもありましたし、まあ、その辺もすごく悩みましたよ。うん、で、まあ、最後の FA だと思ってましたから。でもやっぱりその横浜のファンの熱い思いもすごく伝わりましたし、うんうん、でも関西人じゃない、はい、だから俺は絶対行くと思ってたんだけどな。で、まあ、でいろいろ本当あの1ヶ月は人生一番悩んだぐらい悩みましたし、苦しんだ、しんどかったですね。でもしんどかったというか、人から見れば幸せな悩みだよね。そうなんですよ。だからそのまあ1ヶ月、そのある時レーサーでは下位、タイガースした時2位だったのかな、うんうん、だから自分の中で2位のチームに行って優勝するのが嬉しいのか、下位から上がってって優勝した方が嬉しいのか。で、今まで野球人生を振り返った時に決して強いチームでやってこなかったんですよ。うんうん、小学校でも中学校でもそうですし、高校の時も甲子園行かなかったですから。でも甲子園でも決勝で負けてるんだよな。県大会決勝で負けたんですけど、やっぱその時も強い天理高校を倒して甲子園行きたいって、うん、強いところを倒してって、今まで野球人生自分が歩んできたそこだなと、うんうんうん、で横浜のファンもすごく熱い思いで引き止めてくれましたから、うんうん、横浜をもう一回強くして横浜で優勝したいっていう決断に至ったんですけどね。うん、金にはなびかなかったんだね。だからまあ、やっぱ相当違ったんでしょ。そうですね、違いましたけども1本ぐらい違ったの。
でもだいぶ違いましたね。2本ぐらい違った。複数年のボンだったので、まあ、総額って考えればそういうぐらい違いましたけど、横浜も結構出してもらいましたから。そうな、はい、でもそこで行かなかったことがやっぱ監督に繋がってるもんな。まあそうかもしれない。でも監督業っていうのは やりたかったの。どこありましたね。あ、やっぱりあった、はい、うん、現役で2016までやらせてもらいましたけど、うん、その FA 残ってからそのもう一回優勝っていうのが果たせなかったですから、うんうん、やはり今度は指導者としてっていうところでありましたね、うん、もう本当に太陽時代同じユニフォーム着てるんだよね、はい、太陽という、はい、それから3世代、はい、3チーム変わったような感覚があるけども、はい、太陽時代、ベイスターズ時代、DeNA 時代、まあいろんなそれぞれの思い出があると思うけども、はい、なんか太陽時代に残ってる思い出ってある？練習がとにかくきつかった。いや、きつかったよな、やってたよな。というのが、まあ、プロに入ってやっぱプロはすごいなと思ってたんですけど、特に横浜がきつかったかなっていうのがありましたね、うん、周りから他のトレードできた選手が聞くと。ああそう、はい、うん、でもさ、その、まあ、3世代こう来てて、まあ、昭和、平成、令和と、はい、そのリーゼントをこうずっとこうなんかこだわり続けてるのは何なん？これはもう5万と聞かれたと思うけど。こだわりですか。そうですね、まあ、高校まではずっと坊主で、子供の頃はずっと坊主だったんですよ、うん、やっぱり伸ばしたいっていう憧れがあった学生時代で、プロに入って当時はやっぱりパンチパーマの方多かったんですよね。多い。でもパンチはちょっとさすがにっていうところで、うん、リーゼントがいなかったし、まあ矢沢駅さんにも憧れてましたしそこそバンド組んだとかそういうのはない。まあないですけど、まあ、矢沢駅さんとか、まあ、学生時代はビーバップハイスクールっていうのも流行ってましたから、うん、そのこだわりはもう一生続けるの？まあできるんであればですけどね、うん、まあできるんであればってそれだけ髪があったらできるよね。まあまあ俺だったらできないの。まあ現役に対してもそのままでしたし、監督になるからって髪型変えるのもどうかなと思いましたし、うん、では監督で、まあ、新庄も経路の違う監督が誕生し、大輔もリーゼントの監督って今までいなかったよねだからそういう意味では経路がちょっと違うかなというような、うん、でもこのこだわりをずっと持ってるっていうのが、うん、俺すごいなと思って。どっかでやっぱくじけるやつが多いじゃない。まあそうですね。でも自分で決めたことはなんかこうやり遂げたいな、通したいなっていうので、練習でもそうですね。人にこれやれって言われたらなんかもうサボることばっかり考えてましたけど、うん、で自分でいやこれじゃダメだからこうしないといけないと思った時はそれは最後までやりたい感じですね。でもよく走ってたもんな、大輔はな。そうですね、走るのだけは走ってたな。入った頃は走らされてました。うん、でも終わる頃は走ってたでしょ。まあ、それがやっぱ自分のスタイルになりましたから、うん、自分でやっぱりそれが必要だと思ってやっぱ引退する時まではやっぱり走ることは大事だと思ってましたね。いやー、みんながなんて言ってたか知ってる？あいつ馬より自分が持ってる馬より大輔の方が走ってるぞみたいなあれでもね、ベテランになってはなるはなるほどそうしないと動けなかったんですよね。まあまあ、そうだね。だから全体の練習の前の自分の時間がどんどん助走時間が長くなったんですよ。なるほどね。で終わってからのケアもやっぱり、まあ、年々長くなりましたね。ああ、でも25年という長きにわたり、はい、やっぱりやり遂げたっていう感じがする。まだ足りなかったと思う？いや、もう十分やらせてもらったなと、うん、もう最後 もうボールが自体がもうダメでしたから、まあ、25年幸せな時間でしたけどね。まあ、印象残ってるのは中野さんと DeNA に戻った時に、はい、キャンプの時に大輔がまさかクビにしないでしょうねっていうプレッシャーをかけられたっていうのがなんかすごく言葉として残ってんだよね。そうですね、あの時でいくとも30後半でしたね。そうそう、後半。いや、ちょうどあの時もその若いやつを使っていくっていうキャンプ前に中野さんが新聞かなんかでこう、うん、僕見たんで、じゃあベテランで何とかしてやろうってあの時だ。その前の年に高崎とチーム内の最多勝を分け合ってんだよね、
まあ、その時はちょっとレベルが低かったかもわかんないけど、だけど、いや監督と喋ってたのは、いや、大輔をクビにできんだろうって、まあ、全然まだねっていうような話をしてたんだよ。だから、なんかお前から言ってくるからさ、大輔から言ってくるからびっくりしたんだよ。いやいや、まさか。まあまあその辺はまあでも辞めるつもりもなかったんですよ、ね。まあ、そうだよね、はい、でアテネも一緒に行ってるしさ、はい、やっぱ頼りはお前さんだったんだいいね、はい、まあまあ次の動画はまたいろいろちょっとほじくっていくから、あ、そうですか、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい。